はい、こんにちは。まーちゃんねるまえはるです。はい、今日はですね、ベイブレードバーストの動画なんですけれども、このリバイブフェニックスについてきた超絶改造ガイド、これに基づいてバトルしていきたいんですけれども、エイシン君は別のものを使いますね、これ。アーチャーヘラクレス、セブンパンプディフェンス。そうだね、ドライバーがエターナルじゃなくなってるんだけど、それはなぜかというと、こっちで使うから。ああ、そっちのエターナル。そう、こっちにエターナル今一時的にいただいております。はい、じゃあ、バトルする前に、黄金の5秒間やっていきたいなと思いますね。この間にチャンネル登録や、もしこの動画が良ければ高評価もお願いしますね。じゃあ行くよ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ。登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな？高評価もしてくれたかな？はい、じゃあ早速バトルしていきましょう。はい、それで今年もですね、久しぶりに米改造トーナメントやろうと思いますので、おすすめ改造例を教えてください、はい、コメント欄でね、コメント欄の方に書いていただけるとそれを採用させてもらって、夏休み中にやろうと思ってるんだけど、改造トーナメント夏休みバージョンという感じでやりたいなと思ってます、はい、一番強い改造ウェイを決めましょう、じゃあまず私はこちらでいきます。リバイブフェニックスゼロバンプエターナルでいきます。スリーツーワン、おっしゃ、いけ。さあ、おいおいおい、あっ、あんま飛ばされてしまった。だからこの状態でも割と強いんだよ、リバイブフェニックスは。神話だからさ、できるかな。だけどエターナルで結構伸びるんじゃないかな、最後まで。アーチャーヘラクレスは、よし、シーツーワン、いけ、タイムリー。そうそう、あんま外して、ああ、また場外に飛ばされてしまった。よし、今度はスピンフィニッシュで勝ちますよ。ちょっと体勢は崩れてるけれども、エターナルだからきっと大丈夫なはず。あ、やばい。もう擦ったね。床に擦ったね。いけ。おい、強い。シーツーワン。さあ、アーマーでバーストしろ。お、残った残った。よし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 、いけ。おい。やばい、妨害。あ、ちょっと待った、僕。よし。じゃあエターナルドライバー返してもらうよ。なに、まあいいでしょう。じゃあパパ、続いてこちらですね、リバイブフェニックス13リフトエクステンドハイアングルモードです。わお、すごい。 C2-1 ゴーシー。どうしたの、笑ってしまった。よし、笑ってしまった。これはバランスタイプだからね、それはハイアングルだからね、当たるとこは違う。でもリフトフレームに当たるんじゃないかな。ああ、でもスタミナならこっちの方が有利。あっと、いい、よし、C2-1、よし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 、ああ、また場外に飛ばされた。バーストしろ。バーストじゃないね、アーチャーヘラクレス。リバイブフェニックスのアーチャーほと、アーチャーじゃねえ、バーストはないね、ほとんど。あ、やばい、でも負ける。やっぱりエターナルがすごい。いや、おっと、ドローかな、ドローっぽい。 C2-1、 おっしゃ、はい、ノーマルモードにしたよ。高さが揃ったからさっきと違うんじゃない。おっと、アーマー外れて挟め、違う、よし、こうなればこっちのもんでしょう。ちょっと危ないかな。あ、よし、あ、はい、じゃあ最後はこちらでいきますね。バイスレオバウト11リーチフリクションですね。スリーツーワン、ゴーシー。カメ、たわーず、カメ、そんなカメじゃないよ。いけ、カメ。アーチャーがやっぱり、あ、この状態でさ、持つからさ、よっぽど横に走らなきゃね。なんとか耐えて耐えて。おお、 C2-1、 おっしゃ、カメ。もう今回は絶対かわせたい、スリーフィニッシュさせたりしない。でも噛んでもあれなんじゃないの、バースト。おっと、
3、2、1、オープン。どうだ。最後にこれやらせてくださいよ。もうデフォルトに戻します。リバルフェニックス10フリクションです。レベルチップいいね。あ、そうだ、レベルチップはついてます。 3、2、1、ゴーステッ。ここまではまあセオリー通り。よし、はい、いかん自分のトラップ攻撃。いいよいいよ。じゃあ自分のトラップで。あー、いかん。あー、よし、すごい。3、2、1、ゴーステッ。お前ちょっと横に回転した。戻った。まあでもね、これでアーマーが外れやすいと思うんだけど。アーマーは取れてない。このままスタミナでいっていたね。あ、よいしょー。3、2、1、ゴーステッ。アーチャーヘラクレス、リバルフェニックスを倒すんだ。ダメだ、これはダメ。よし、はい、ということで今回はベイブレードバーストの超絶改造ガイドで遊んでみた。よし、はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてください。はい、そして今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。